はい、おはよう。おはよう、ちゃんくん。そして、はい、おはよう、パンちゃん。ちゃんくん、パンちゃん。お待ちかねだったのね。6時台から起きないかなと思って待ってたのね。そして、一旦起きたのに寝たよね、黒犬パパね。はい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 、はい、明るい。ちょっと曇りだけどね、今日はね。昨日も今日も曇りだって、ポンちゃん。桜が満開なんだそうですよ、東京情報だけど。どっかそこらで自転車で見てこようかな。高いからね。はい、うんちゃん、花びらを持って帰ってきようか。うひひひひひひ。ごめんごめん。はいはい、かだね。うん、気持ちいいね、ぽんちゃん。ぽんちゃん。うんちゃん、春になって気持ちよくなったね。ジャン君もポンちゃんがいなくなるとポリポリできるもんね、ここでね。ポンちゃん、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 はいはい、受けてるってわかるんだね。ポンちゃん、はい、ポンちゃん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 、はい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 、はい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 、はい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 、そしてジャン君、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 ポンちゃん、今日は一日そこん中ですか。見た？照明入ります。ジャン君の顔はわかります。ポンちゃんはわかりません。向いたらで顔がどこかも分かりません、うん、もうここが尻尾なので、奥かな、ジャン君の上のところね。そうね、ジャン君重くない？平気そう？まあもう慣れたんだね、うん、きっとこの中ちょうどいいぐらいなんだろうね。ジャン君、ちゃんも、ポンちゃんも歯磨きするようにしようかね。どうですか、どうですか。